9月のコロナ検証。こんにちは、島田です。今日はですね、コロナ検証ということで、先月もやったんですけど、まあ私テレビ見ないというか、テレビが嫌いなんで、まあ私なりにネットでこう情報を取ってきて、こうじゃないの、ああじゃないのと、まあ素人なんでね、勝手に言ってる話なんで、まあ素人なりの、解釈で今の現状っていうのをちょっと検証してみたいなと、いうことです。ということで、9月の、コロナの検証ですね。まずですね、7月10日、8月10日、9月7日ということで、感染者数、死者数と、いうことで出してあるんですけども、7月の時がですね、致死率が 1.6%、それで8月が 1.3%、それで9月の、まあ、7日現在なんですけど、まあ、約 1% ということで、まあ、0.3% ずつ、致死率は低下しているかなと、いうことですね。まあ、1% 台なんで、まあ、スペイン風邪よりは、まあ、軽いというか改善されてきたのかなと、いうような、状況で、まあ、これはですね、感染が爆発的に増えたる関係で、それに対しては、死者数が少ない、のでこうやって減ってきているような、感じなんですけど、もう少しですね、じゃあ年代別に詳しくということで調べてみました。これがですね、8月10日と9月7日、その前の7月10日のとの比較で、まずこっちの8月時点で、増加した、感染者数全体で、23万7610名の方が、増加して、死者数としては、増加人数が224人と、いうことなんですけども、じゃあ8月と9月でどうなったのかって言いますと、感染者数の増加がですね、51万358人ということで、まあ、非常にですね、感染が拡大しているっていうのがよくわかります。それに対してやっぱり死者数が、598人の方がお亡くなりになったということで、まあ、増加してるんですけど、まあ、特にですね、今までずっとですね、10代以下の方っていうのはお亡くなりになってなかったんですけど、まあ、今回初めてですね、1名の方がお亡くなりになったということで、まあ、若い方でも死ぬ可能性があるということなんですけど、まあ、逆に今までなんでなかったのっていうのがすごい不思議なんですけど、まあ、高齢者ほど亡くなりやすいのは、変わってないのかなと。それで増加しているののですね、この増加率の、30代以下、ここの部分ですね、これが全体の 64.9% ということで、拡大数の、約 65% ですね、が30代以下であると。ところがですね、死者数、この死者の、増加で考えてみますと、増加したところのなんとですね、 76.8% が60歳以上ということでですね、ここ、まあ、見てもらうと分かるんですけどね、やっぱり60代以上の方が、お亡くなりになってる率が非常に高いよということで、まあこれはですね、ちょっと調べたんですけど、ワクチン接種をした後でこうお亡くなりになった方が、まあ、この中に何名含まれてるのか、それとも含まれてないのかっていうのがわからないんで、あくまで推測なんですけど、ワクチン接種をされてなかった方が、お亡くなりになっちゃってるんじゃないのかなっ
で、これはあくまで勝手な推測です。まあ実際ですね、いろいろ調べてみると、まあ、ワクチン接種をされた方っていうのは感染もしにくいのと、あと重症化しづらいっていうのが実際にあるみたいなんで、そうやって考えると、この中に含まれてるお亡くなりになった方の中は、ワクチン接種された方はそんなには多くないのかなということで、まあ、個人的な意見ですよ。素人意見なんであれなんですけど、素人意見としてはやっぱりワクチン接種が結構重要なのかなと、まあ効果があるというのは間違いないのかな。それでまあ私も、8月に2回全部終わりましたけど、1回目はですねちょっと痛えなと筋肉痛って感じだったんですけど、2回目はですね翌日がかなりだるかったです。まあまあ仕事になんねえなっていう感じで、すんごいだるいのと眠気に襲われて、熱までは出なかったんですけどね。若い人ほど熱が出るっていうんで、俺熱出るのかなと思ってたら、出なくてですね。まあ嫁が今月1回目終わったんですけど、まあ嫁さんもかなり、肩痛い。って言ってたのと、若干熱も出たんでね、そうやって考えるとやっぱ若いほど熱出るかなみたいなね。ただワクチンでお亡くなりになってる方もおいでになるみたいなんで、じゃあワクチンが絶対いいのかっていうのもちょっと何とも言えない部分はありますけどね。そういうような形で、あとですねすごいちょっと気になるのがですね、この、致死率の変化を、先月と今月でこう比較してみますと、まあ、初めてね10代の方がお亡くなりになったんでここに、数字が出ちゃったんですけども、20代の方の致死率が、まあ、上がっちゃってるよっていうことでですね、まあ、ちょっと若い方も亡くなってるよというのだけはちょっと押さえておいてほしいなと。それで、まあ、全体的に、まあ、さっきお話ししたんですけど、感染者が増えてるのが若い方、それでやっぱお亡くなりになってるのが、年寄りということで考えると、若い世代ですね、若い世代が増えてるから致死率が低い層が感染拡大してるんで、致死率自体が下がってるよと、まあ、いうことが言えるんじゃないのかなと。まあ、実際ですね今回増加したのが51万人というのに対して、死者のお亡くなりになった方が598人ということなんで、ここで致死率を考えてみると 0.117% だよと、いうことは、まあまあここの、まあ、インフルエンザとはいかないんですけど、はしかく程度の、致死率に今の増えてる方たちはなってるのかなということで、まあうちのね、長男の方も今月と来月で、ワクチン接種の予約が入ってますんで、まあ、多くの若者とかもね今後注射予防接種を打てるようになってくるんで、そうなってくればね、ここの辺ももっと変わって改善されてくるのかなっていうような、感じはします。それでですね、じゃあ致死率で考えたときに日本ってどうなんだろうっていうのをねちょっと調べてみたんですけど、感染者が、ランキングで、50位までのところで、これ感染の順位ですね、1位がアメリカみたいな感じで、2位インドだよっていうね、それでここが、お亡くなりになった方、ここは感染者数、それで、致死率をここに、私出してみて並べ替えてみたんですね。そうするとですね、アラブ首長国連邦っていうのは非常に致死率が低い
0.28 っていうことで、まあ、これはですね、ワクチン接種率が 70% 超えてる国なんで、まあ、かなり早くから打たれてたっていうことで、まあ、お亡くなりになる方がすごい少ないのかなと。それで、まあ、こうやって見ていくとですね、日本ってまあまあその感染者が多い50カ国の中でいうと6番目に、致死率が今低い状態に、なってきてるんで、そうやって考えるとこれがですね、一応ちょこちょこってこう、なんていうんですかね、ワクチン接種率をこう出してみたんですね。一カ国一カ国調べながらやってみたんですけど、そんなね、比例してないんですよ、ここが。いや、比例しちゃってんのかなと思ったら、そんなこともなくてですね、そうやって考えると、多分なんですけど、この感染が初期の頃、要はですね、去年の初めぐらいに感染をある程度抑え込んでた、要はどんな病気か分かんない時に、日本で昨年かなり感染を抑え込んでた時期があったじゃないですか。その時に感染爆発してた、例えばアメリカにしてもそうなんですけど、その時にお亡くなりになっちゃってるっていうのが、やっぱ率でいうと多いのかなと。それで今度ワクチンとかが出始めて回ってきて、それからの感染の方だとお亡くなりになる率が減ってきたのかなということで、まあ、全体を通して言うと日本はそんなに悪くはないのかなっていう。ただまあ今感染がね、世界でも26番目に感染者数多いんで、決して自慢はできないですし、対応がいいとも言えないのかもしれないですけど、あと、結構きちっと病院側が、ある程度対応していただけてて、お亡くなりになるような方を少なく抑え込まれてるっていうのもあるんじゃないのかなっていうふうに、まあ私なりにですけどね、思っております。ただですね、最近すごく気になるのがおじいちゃんおばあちゃんとかでマスクしないで普通に買い物されてる方とかですね、あと若い方もちょくちょくねマスクしない方とか見受けるんですけど、基本私の考え方は、自分自身が感染してると思って行動するのが一番いいんじゃないかなって思ってるんですね。自分が今無症状ですよというような状況で他人様と接するときに、いや、マスクしないで接しますかって思うんですよね。例えば、まあ、家族にももちろん移したくないでしょうし、友達に移すのも嫌じゃないですか。で、あと会社の中とか取引先とか、絶対移したくないはずなんですよね。としたら、そのマスクしたりとか、ある程度距離保つとか、それは当たり前だと思うんですよね。あと会食の時も、黙って食べるとか、まあ、お話しするときはマスクするとか、そういったふうにするのが当たり前だと思うんですよね。だから自分自身が万一感染してる可能性は絶対ゼロじゃないわけじゃないですか。感染してると思って周りの人と接するようにすると、マスクって接する人がいるときですよ。人がいないときは別にマスクしなくてもいいと思いますけど、人と接するとき、まあ、人が周りにいるときはマスクするのが、まあ、常識なのかなっていうふうに、まあ、すごく感じてます。それとですね、まあ、最近ちょっと仕入れたマスクなんですけど、このマスク、こういう感じのマスクなんですけど、これですね、こういうふうになるやつなんですけど、ここの部分がですね、非常に空いてるんですね。
息しやすいですこれ。それで結構この手のやつっていうのはまあ飛沫も防げるし周りの方にご迷惑かけづらいということで、まあ、最近ねこのマスクをしてます。ということでまあ感染率が減ったから手洗いうがいとかマスクしなくていいよっていうことじゃなくて、まあ、もうしばらくですねこの 1% を切ってまあインフルエンザ並みにはなかなかすぐはならないと思いますけど、また来月ねこの時期に、検証してみて 1% をこう多分切っていくとは思うんですけどね切っていって、0.5% とかなってきた時にまあ徐々に日本全体でいやじゃあちょっとワクチン打った人同士で集まるときマスクしなくていいでしょうみたいにねこうなっていけるとねいいなーって思いますね、ということで、まあ、ぜひぜひですね、ご自愛いただいて今後も手洗いうがい、感染対策していきましょうという話です。終わります。